回は、はい、ヨマハの数字はを回ってみましょうか。ヨマハは、はい、僕の地元、うん、はい、そうだね。ただ歩いて通ったことはあるんですけど、うん、車で通ったことない場所が多々あるので、うん、そこはちょっと楽しみですね。そうだね、どんな数字があるのか、うん、まあ、今日こそはもう、はい、削るかな。あ、いや削らないです、うん、削るのが目標のコーナーじゃないんだけど、まあ、でも地元だから多少削ってもいいかなっていうのはあるんじゃない。ダメです、秋のり的に。地元だろうがダメです、削らないです。そうなの、はい、じゃあやらんこ。あ、いや、やりましょう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 、削れよ。じゃあ削らないです、削らないです。もう世の葉、こっちよな、はい、もう世の葉です。こっち左、こっち左。うん、那覇の集落に入っていくんですけど、はいはい、降りたらターザン公園があります。ターザン公園、ターザン公園、ターザン公園もなんかよく聞くな、秋のりが。ターザン公園ですか。ちょっと正式名称わからないんですけど、ああ、みんなターザン公園って呼んでました。なんか言ってなかった、サトシさんが。なんか言ってました、なんか歌聞くかなんかじゃなかった。今もうなくなってるんですけど、ロープがあって、うん、あーって、あの、シャーって、はいはいはい、降りれるみたいな。ターザンができたわけだ、はい、の公園でターザン公園って呼んでます。あ、なくなっちゃいました。なくなって、はい、ヨマハ保育園狭くなってきましたね。狭くなってきました。新しいお家が、うん、なんか最近どんどんできてきてるんで、うん、そのよいしょよいしょ、補説で左折、あ、なんか狭いところ、あ、なんか狭そうですね。道じゃないかもしれない。あ、まず行ってみてください。あれ、あれ道、道、あれ道、道、道な感じもするよ。これ。おうおうおう。いや、道な感じはしますけど。うん、ちょっと降りてみようか。はい。はい、うん、全然道だよ。道だけど、これが厄介なんだ。これが相当プレッシャーかけてるんだけど、もうでも幅的にはいけると思うけどな。見えにくいから。分からん、大丈夫大丈夫。あー、やばいやばい。もっとこっちスペースがまだあるから。今後のこと考えると、うん、いや、一回をクリアしないと、あそこクリアしないと。ギリギリギリかな、いけそうな感じもする。行ってみる。はい、大丈夫大丈夫。あ、大丈夫だ、通った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 、あとこっちだね。こっちはもう通った通った。あと次あっちか。そう、こっちまだいけるよ。あとちょっといける。まだあとちょっと、あとちょっといける。まだいける。まだいける。はいはい。あー、でももうあそこが無理じゃないな。こっちがもう。こっちがもう厳しいですねこれ。貯金ゼロだよ。
5センチぐらい、壁まで5センチぐらい、だからあとちょっと一踏ん張りいけるで終わる。はいはい、もうちょっと、あー、オッケー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 、はいはい、あ、けどね、もう一回降りれる、降りれる今。だから目視してみた。一応もうこっち側は目視です。目視です。いやこれ無理じゃないですか。これ絶対無理じゃないですか。じゃあもうちょっと早めに行ってください。これは無理です。いやいや、こっから曲がればいけないことはないでしょ。あ、まあ、ギュッと、そう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 、ギュッと行けば。うん、遠目で見たらジ・エンドだな。一旦一旦切り返すか。こっち大丈夫大丈夫。ちょっとだけ角度をつけたらいけるのかな。はいはいはい、お、ちょっとだけ回り込んで、うん、この角度なら、お、いけそう、うん、こっち大丈夫、まだ大丈夫大丈夫。あ、ちょ、うん、オッケーオッケー、クリアした、通った通った通った。お、もう切って切っていいんじゃない。おー、いけそういけそう。お、もうさっきよりだいぶ余裕、相当余裕がある。あとはもうここだけだな。こっちはもう、こっちは通った。通ってる通ってる。お、行けるんじゃないもん。もう行ってるよ。行ってる行ってる行ってる。行った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 。行った行った行った。行ったね。行ったね。行ったね。ここ行けたか。いや、どこでもこういう道潜んでるもんだな。そうですね。なあ、なんか比較的どこも広いのかなと思ってたんですけど、うん、謎のぼっこいとか急に出てくるな。公民館、はい、うん、右がカデカル、カデカルっていう広場なんですけど、草刈り作業とかは、うん、こっちとかあったりします。カデカル、昔ながらの遊具が、うん、鉄の回るやつ、秋の遊び方が分からない。あ、そうですね、遊び方が分からない。基本遊具は遊び方が分からないんですけど、まっすぐ329をまたいで、何が終わってるんですか。夜名丸が終わってるんですか。大里が終わってる。夜名丸もあちでもらったからね。はい、もう最初で最初でいただきましたんでね。まさかの、あとはもうウィンニングランみたいなところですよ。こっちも結構狭くなってきたよ。あー、いい。誰？うわ、なんか削ったよ。削った。何？ちょっと待って。降りる。ガーって濡れたわ。ちょっと待って。
ああなるほどなるほど。こっちに段があるんだ。これで今もう。え、でもあんまり良くない状態で。良くないと思う。とりあえずバックした方がいいと思う。タイヤは、あ、はいはい、あ、OK、うん、大丈夫。もっとバックした方がいいと思う。OK。ちょっと、さっきのやっぱ、があったんで、油断してました。そうこういう時だよな、やっぱあの交通事故が起きるとね。大丈夫だろうっていう気持ちが。うん、そうだな。だからでもちょっとした段差で。そうなんだ。ここちょっと盛り上がってるっていうのかな。道が下がったのかな。うん、段になってるね。あっちからは段になってないんだよ。ここが。気をつけながら。安全は。うん、油断しちゃいけないな。そうですね。気持ちですね。うん、ここも結構狭いけど。ここ狭いですね。ちょっとさっきの狭すぎて感覚がおかしくなってますけど、ここも狭いです。まあまあ狭いよな。でここはやっぱあの交通量が多いので気をつけて、ここそ気をつけて出ないといけないと思います。なるほど。あの与那覇から大里向けに抜ける、また逆に与那原向けに行く、そちらに行く。ここ一回で曲がるだけ。曲がれた。やっぱ車も来た。ラストもちょっとちょっと危ないところもあったけど、はい、油断は禁物だね。油断禁物だね。それを学びましたね。そうだな。意外と広いだろうというところも、急に現れる、そうだね、数字道がある。確かにね。それはそうかもな。なんかいろいろあるかもね。だからやっぱり削る可能性高まってきましたんで、楽しみですね。楽しみではない。削らねえ。 Good night.